もしもし、電話みたいになっちゃった。あれちょっと待って、あれ、え、なにこれ、はい、え、待って、今めっちゃねテロップ打ってたのに全部消えたらしいから、もう一回書きます。よし、どうもこんばんは、昨日ぶりです、イエイイエイ昨日ぶりです、どうもどうも。3月終わり、もう終わりですよ。はい、ということで今日は軽公演でした。はい、最後の軽公演でした。お疲れ様軽公演全然最後感なかったよ。いつも通りすぎて、いつも通りっていうか、うん、いつも通りっていうか、うん、いつも通りな感じで、いい意味でも。実感ないです、ないです。でも今日見に来てくれた人にはもうバレてると思うんですけど、多分3回ぐらい間違え、3回ぐらい間違えた箇所あったんですよね。バレました、もしかしてやっぱり。もうバレたと思ってるからもうバレたでしょっていう雰囲気で言ってるんですけど。オンデマンドではバレたかな、オンデマンドではバレるのかな、 VR でもバレるかもしれないぶつかってる 目撃情報が結構ちらほら出てます。はい、大丈夫です、怪我はなかった、お互い怪我なかったです、すいませんっていう、本当いっぱい喋りましょうねって MC であの言っといたんですけど、自分が本当謝罪するっていう話でしたね。いっぱい今日喋りましょうみたいな言ってたんですけど、謝罪のおしゃべりしかなかったぐらいそう、でも楽しかったです、本当ありがとうございます、どうもどうも、ね、ラストやったからね、うんうん、どうもどうも MC の話、 MC の話はそうね、最後のぶっこみでしょ、ランちゃんのぶっこみでしょそれ時期もあったよねってことで、もうそういうことでね、もうそんなトゲトゲしい買ったりはしない。なんか最初の今日の自己紹介 MC がなんか生まれ変わったチーム K になって生まれ変わったことは何ですかみたいなだったんで、なんか丸くなったことですって言おうかめっちゃ迷ったんですけど、なんて楽屋で喋る回数が増えた、あ、それもそうだなと思って、そう言おうか迷ったぐらい、そうトゲトゲ、確かにウニみたいだったなとは思うんですけど、もうウニじゃないです今、もうウニのあれです、中身みたいな話ですよね、ふにゃふにゃですわ、うん、あれですよ、ほんとそんなことですよ、ほんと。なんか例えれるかな、ウニが一番的確だよね、なんかトゲトゲしてる伝わりやす、元ウニですやばい、またふざけちゃった、ちょっと元ウニです、はいっていう感じでしたけれども、はいで、いやー本当楽しかったです、軽公演お疲れ様です、ありがとう。
ね、あでも前回の劇場で、前回の劇場でもあの前回って何、カナブンの時かな、カナブンの時にも劇場お邪魔してたので、あ、じゃあバトフェスか、バトフェスだ、バトフェスとカナブンもいたか、劇場に最近こう行ってる、今日もあの手紙もプレゼントも受け取りました、ありがとうございますってあのくれた人に言いたいくれた人いますか、ありがとうございます、楽しみ、この後見ます、はいね、え、ロビーになるちゃんパネルあった、本当？私行ったけどなかったよ今日あの劇場のロビーにあのお花見に行きました、終わってから緑の花がありましためちゃ綺麗でしたね、うん、パネルの私見つけられなかった、どこら辺にいたんだろう、うん、ね、え、一人だけ会ったのえ、今日いるからってこと、何それ、ポトフェスのやつの、なんで写真撮ったよ、なんでそんで私は見つけられなかったんだけど、あれいた、ああそう、おもろ、なんで私だけ会ったん劇場にね、新チーム、もう次みんな新チームの気持ちですか、確かに、でもなんか終わった感がまだない、まあでも大千秋楽って意味でもまだあの、あと1日あの計はありますのでね、うん、ね、寂しいですね、なんかそういう意味ではなくないだって今までないからね、チーム移動することってなかったからねめっちゃ自分の顔おもろいわ、やっぱりおもろ、何今の顔、ちょっとね充電しながらやってるからね、あの充電のコードあのやーってやっちゃって、いや、ぐらつきましたね、大丈夫ですか、大丈夫ですね、本当にもう危ない危ない本当散らかってもない、散らかってるかな机の上にもいろんなの乗ってるから、これ映ったらもう本当にちょっと厳しいすいません、顔に出やすいんでね、顔に出てましたね、はい、すいませんでした、キャプテンなるちゃんね、キャプテンの不思議な感じするけど、なんかちょこちょこキャプテンっぽいことしてる、キャプテンっぽいこと、キャプテン仕事みたいなさ、なんかあるじゃないですか、なんか不思議な感じですけど、始まったりしてたりしたりするんですよ、だから楽しみにしてくれるのも嬉しいです、ありがとうありがとうありがとう、うん、楽しみですね、お弁当頼んだりするの、それは違うかな、私はそういったキャプ、それはやってないですね、うん、確かにさっきそう地震あったよね、あ、劇場終わってすぐぐらいに、大丈夫でしたか、どこら辺であったんだろうね、ただ東京では秋葉原は揺れました、大丈夫ですかね、皆さん気をつけましょうね、ね、揺れたよね、ちょうどステージに、あ、もう劇場は終わってたんですけど、ステージに座ってたらステージが揺れ始めて、自分が揺れてるのかと思って違ったんですけど、自分がなんかお尻がすごい揺れてるなと思って座ってるところが、そしたら上見たら揺れてたから、そう、揺れてますって一番に言いました、危ないよね、怖い、
歩いてる人は気づかないでしょ。私も前会った時気づかなかったからね。うん、ね、怖い怖い。うん、うん、8階、確かにドンキ8階だからか、揺れるんか。うん、ねえ、この桜餅みたいなの美味しそうだね。美味しそう。投げてくれてありがとうございます。すいません、めっちゃ関係ない話しました、すいません。うん、楽しかったな。でも稽古へ、うん、あ、今日でこのギフト終わりなの。なるほど、ありがとう、ありがとう桜。もうだからそうだよね、3月終わりだもんね。来月はもう、まあ、そっか、もう3日後ぐらいにもうあれか、すぐコンサートですね。うん、コンサートですわ。でもそうね、 K で割と得たものっていうかいっぱいあると思うんですけど、なんかね、なんかな、ね、待って、 K の話するとそうなの、丁重に話していきたくなるけど、そう、いろいろね、ものありましたよ。でも結構4年間ぐらい兼任してたんだよね。長いのかな。ね、まあ、自分の活動の半分はもう K ってことかね。4年間、4年間 K で、次は4ということでね、兼任してからの方が長くなってるね。確かに。ねえ、長い長い。 K のイメージがね、確かに生まれたと思うしね。えなんかでも K になってからなんかちょっと、わかんないけど、そうだね。ね、私でも割とそう、あのダンスとかもすごい変わった気がしましたから、初期 K 初期と、うん、はい変わった気がする。うんうんうん、ね、変わったよ。勉強になりました。いいね、大感謝、ありがとうございましたってことで普段ない、泣かないというか、泣かないっていうか、あんまり泣かないタイプじゃないですか、あの茂木さんが茂木さんの話、茂木さんがうるっとしてるのにうるっとしちゃった自分もうるっとしてたんですけどね、やっぱり引っ越しましたっていい曲ですよねうん、ね、めっちゃいい、よかったな。うん言えられますね。もらい泣きは本当、もらい泣きしちゃうよね。うん、本当よかった、楽しかったな。うん。おりんちゃんやばかった。おりんちゃんめっちゃ泣いてた。おりんちゃんめっちゃ泣いてた。なるちゃんいつも泣いてるって。え、そう
まあ確かに泣いてる人見たりすると泣いちゃうもんね。私もちょろいかもしれないです。あ、今日でも引っ越しましたの、あのテープ割とうまく投げたんですよ最後よかった。うん。オカリナとあやみは次も一緒。そうだね。今日のメンバー割と違うチームに行く子が多かった？そんなこともないか。ねえ。残留メンバーもいるか。うん。確かに、ケイってすぐ泣いてるよね。確かに。誰か泣き始めたらなんかすぐみんな泣いちゃう。気がする。確かにどんな時もチーム系そんな感じだった気がするなんかコンサート終わってさ泣いてた時もあったよね。なんかコンサートやって泣いてた時あったよ。なんだっけあのコンサート、なんかこれで終わりなんかうちらみたいなテンションだったんです。なぜか謎に。あれなんだったっけね。どっかの TDC かなんかでやったコンサートだっけ。なんかもうこの系ラストですかって、ラストですって言われたわけでもないのにラストのような感じでそうそうね、あったな系あるあるね、ほんとかし。次は方なんでねどんな方になるのかね。今日あの雑誌なんだっけ、トップなんちゃら読めない、なんだったっけ、トップネオ、なんとかネオじゃなかったっけ、トップ AL ネオ、トップエルネオ、あ、発売日です急に宣伝していく。そう、それにもいっぱい喋った気がします。 K の思い出だったり4だったり、発売です。よろしく。読んでくれましたか、ありがとうございます。4月3日が楽しみですって。そうね、3日ももうすぐなんで、リハもやってます。明日もリハです。やっぱもう終わるこの配信、なんか思ったより時間がね、そう時間がねそうそう、うん、どうする、もう終わるしかないんですけど、ありがとうナウの時間教えてくれて、もうあと10分だねあと10分で終わるらしいプチってドボン頑張るのって、頑張るよ。さっきドボンタイムしてたんですけど、あれメンバーってなんか時間制限あったっけ、時間制限、時間でもさ、そう私あのいろいろとああだこうだしてたら、あのあれでしたわ、あれでしたわ、あのねゴールデンタイムみたいなできてないんですよね。その時間にやっぱやるべきっすよね。 GBT ゴールデンベッドタイムか、え、あ、別に大丈夫なの？かな？あ、12時までやっぱり？あ、夜中、そうだよね、夜中、わかんないけど、時間がある気がする。夜中にでも確かにやったことあるっけ？まあ、でも、私も頑張ります。
ちょこちょこ出てきますんで、755でお知らせします。うん、よろしく。うん、みんな当たった、今日メンバーに当たったって人いるね。よろしくお願いします。ドボンもね。ちゅうことで、どうしようかな、めっちゃ迷ってるから顔に出てるんですけどね。ぼちぼち。いや、時間が時間がさ、そう、もうタスのこれを次入れるのをずっとこうやってやってるのかな、それとも歌うのかなみたいな、自分の中で。そうそうそう、でもね、なんか歌うテンションでもない気がするさっき歌ったしなみたいなとこでもあるなっていう。はい、だから喋るのもいいなと思って、なんか喋ってるでもなんかちょっと迷ってるから、顔に出てるからめっちゃおもろいなと思って、今頭の中の自分のことを全部言ってみたんです。はい、だからこれはくせ毛って、くせ毛じゃないよ確かにくせ毛っぽいよね。でも割とね、割と癖みたいなあれだね。でもボサボサになっちゃって、普通に公演終わって帽子かぶって帰ったんで、くしゃくしゃのくしゃなんですけど、一応ねまだちょっと残ってるかな。でも癖毛ほんと私の癖毛知ってるのってぐらい、確かにこんぐらい癖普通に出るんだよね、この辺とか。私いつもここがこっちの左側だけね、なんか外に跳ねちゃうんだよね、癖毛で。こっちだ、なんか全部こっち向いてるような癖は本当に出るの。だから癖毛って言ってうんって言ってもいいかもしれない。うん。あ、うん。そうそう。ねえ、わざとかと、わざとじゃないんですけど。だから言ってる人な、それ言ってほしい言ってほしいのか、それ本心なのか、すごい本心だったらちょっぴり寂しいけど、まあネタですよね。私の話に全部だからってつけられると確かにだからだなって思うような会話の中身ではあるんですけど、はい。黒髪にしたの、あ、そう、ちょっと暗いんですよ、インナー入れてるから。また髪の毛の話なんです。インナー入れてるからちょっと全体的には色暗いんです。イエス。はい。はい。やばい、もう終わるかな。ちょっと待って、時間教えて。教えてよ。何時？あと5分だ。あと5分。先に読んどこ。もう終わるじゃんこれ。だって始めるのが遅いんだよね、ごめんね13位ホアンさん、12位筋肉愛好家さん、11位星中毒さん、10位どうちゃん、9位ガンズン後幕、お久しぶりからの骨折再手術がこの後控えてます、ファイト骨ヨホホホのヨホホホを見てたら元気もらえるよ。どんぐりっこアットマーク、どうぞそのままお構いなく、ありがとうございます、私の歌割りをね。カイザーさんアットマークタイ、ありがとうございます。6位ナーサンポンアットマーク、押したらね、押したらなんか読めなくなるんや、アットマークの先が読めない、ごめんね。ナーサンポン
5位、香港の春まとまく公演お疲れ様でした。次はグラノーチーム4公演。そうですね。あ、ドボンでなるんちゅうって書いてある。ドボンでなるんちゅう、ありがとう。ドボンしような。5位、香港今言ったね、今言ったよね4位、ケンタ後マークじゃないけど推しチームは小宮山チーム K からクラノンチーム4に引っ越しだ。ここに引っ越しするよ。3位、サイバイ君後マーク素敵な公演をありがとう、良い夢を見よう見よう。2位、エムタカットマークバトフェスト今日の公演どっちも楽しかった、最高イエイ最高。1位、はじめのトーク千秋楽泣いた、ナルキャップの船でも泣きます、泣いちゃう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 。そうだね。ということで本当にあっという間なんですけど、総じて何が言いたかったかわからないんですけど、でも本当いい公演だったよねっていうの余韻の自分をお届けしたっていう配信ですねもうエンディング早いよね、うん、ありがとう見に来てくれて。割と早い再会でしたね。4月もよろしくお願いしますお願いします。アーカイブで見るよ、だってありがとう。まだね、見てない方もいるよねきっと、もしかしたらね、見てない方はぜひ見てください。でもしばらく公演出ないわーって思ってたんですけどあ、次もうだからチーム4なってからかなーみたいな、あ、もう出ないのかなーみたいな思ってたんですけど、あのチーム8公演がありましたわ一旦そう公演とおさらばかもしれないと思って、またねーと思ってたけど、なんか今日来た連絡、私もいつかチーム8公演ではに入りますっていう感じで来ましたので、はい、もし VR 公演なのかな、 VR 公演なの、 VR 会員公演なのですか。そしたらそうですね、 VR に入ってる方ね、見に来れる方いたらよろしくお願いします。でもそうだね、チームもね、新チームも始まりますけどね、そうなんすよ、うんうん、よろしくお願いしますエイトも、うん、ということで、そうだね、もう寝る時間だよみんな、おやすみ、寝ないけどでもありがとうございました。あと1分、もう 何十秒しかないよ。おやすみみんな、おやすみっていっぱい書いてる、おやすみって書いていっぱいおやすみ、また明日ね、違う、また明日配信はちょっとできないかもしれない、バイバイ、おやすみ。